はい、どうも、こんにちは、ヒカルです。今回ですけども、コースを作ろうと思うんですけどね、ちょっとね、一つ縛りを入れようかなと思ってます。それが、全パーツを一つずつしか使えないという、逆に言ったら全パーツを使わないといけないというね、縛りで、一個のコースを作ろうかなと。まあ、道とかはね、まあ、無限に使ってもいいというルールで、まあ、だからクッパは一匹絶対置かないといけないって、そういうことですね。クリボンも一匹だけ使わないといけないと。でも2匹使ってはダメっていう、うん、そういう縛りで、まあ、道以外はだからもう1個しか使われへん。でも全部1個ずつ使わない。道っていうのはあれな、なんかブロックこの同じブロックや。これは以外はもうその、そう初代でいこうか。うわ、一番多いやろ初代が多分。ああ、多いな。多分全部だから使わなあかん。これどっかに全パーツを使わなあかんっていう、いうコースを作りたいと思います。音符ってあれやな。もちろんこれね、振ったやつも使おうと思います。なので、1個ずつ。そう、なので、じゃあ長なるやろな。まあまあ、結構ややこしいステージになるかと思うんですけど、まあ、そっちの方が面白いかなということでね。まあ、ステージどこでいい、洞窟とかがいいかな、なんか。あんま作ってないんで。地下で行こうかな。こんな感じにしとく。ここは、キノコ一緒に置いとくか、これじゃ。うん。あ、中に。中に入れとくか、キノコ。で、これはここで、これでいいんじゃない、とりあえず、ここ。で、最初な。そうやな。で、次また。これって P ボックスもったりできひんよな。こいつは持てないですね。で、こんな感じで、ここに何がおるんでしょうかな。どこに？のけのけにしようかな。ああ、パタパタけ。赤の子。これで、ああ。これどついたらさ。お、すげえ。そうそう、だから下に、普通にソウルを使ってもらったから。これ逆に使う？これ逆に使う？こっちが置いてん。え？ああ。こっちが置いてんやろ。あ、そうそうそう。それで。いや、でも逆や。え？これここ置いてん。で、ここで、相手も違うところでジャンプできるんじゃん、普通に、案外。いや、むずいんじゃん。いけるんすかね。あ、いけるかも。いけるやん。いける。結構ギリに設定した方がいいんじゃない？あ、それぐらいにしとくもん。で、これで、上にな。上の道に行くみたいな。でもそれを使ってもたら下に。パクっちゃ。下に出てまうわけやもんな。でも下も出、あ、下は無理なんかもん、これ以上。パクっちゃ。こいつを飛ばしたらこいつ浮くやん。じゃあもうこれで羽終わりってこと。そう。ああ、それやった方が早いよな。その全部影響ったら無理やから。じゃあこれで。ああ、いいやん。これで。まあまあ。え、これどうなるの？ドン。でんでんでん。壊れてま。うわあ。よし。うわあ、やばい。うわ、これ。あれだ。これで。あ、登った。あっ、それトゲとか弱しちゃったんちゃう。あ、じゃあトゲも1個しか使われへんな。ジャンプしながら行ったらいけるんですね。あ、お前トゲも使われへんね、1個しか。トゲ、グドコン使おうかな。トゲ、これで1個だけ。むずいけん、トゲの使い方。どうしよう。ここには使われへんわ、上に乗る。これだよな。ないわ、絶対。これ乗って、で、乗って、でもなんか敵を、あ、そうか、バネ、ドカンのやつ多い、無理なんか。ドカン。ああ、次のとこに。ドカンも1個なわけやもんな。2人で。ブロック、もうブロック置いた方がいいな、見栄え的に。ここにする？うん、まあ、あいつを使っていくっていうことやる。だからそうジャンプしながら行って、まあ、ここは釘取る方がいいな。うん、あいつ全部行かれてまうかもしれんからな。そらな、それ一番避けなあかんやろ。避けなあかんで、これをもういけるやろ、これでいけるやろ。うん、これでいけるんじゃない。行って、こっからこっち側入ろうか。で、入ってよっしゃ。次のゾーンが、へ、お、天空ゾーン、出口になる。ドカン左に置いてるんじゃない。ああ、これ行くか。で、下に、こっちだけシリーズ変えられんのかな。こっちだけじゃ落ちた瞬間になんか置いとかなあかんよな。あいつらも使われへんわけやから。ああ、タワーパイプがあるみたいな。ギリギリ乗ったらあかんみたいな、これ。ああ、乗らへんのが正解みたいな、実は。ああ、ここら辺に置いとってんじゃん。出てみた。まあ、別にだって乗っても降りれるわけやから、無理やり乗らしちゃったやん、最初は。乗って降りなあかんねんってことを自分で気づかせなあかんっていう。左に置いて、それを。うん、普通に行ったらもうそれ使うんやでっていうのを見とっとって、実は、ああ。これ先の方にトゲ一個だけあるみたいな。ここで使うんやん。トゲがもうこの辺で。ちょこーんって置いてある。やばい。うわーみたいな。うわーってなるんけ。そう。焦って。ちょっと一回やってみてよ。おらー。あー、結構いい感じだな、これ。トゲー！うわー！楽勝で受けるわな。楽勝で受けても何もないっていうのは、うん、やばいやろ、何もなかったら。ただ死んでいく。ただ死んでいくだけでいいんじゃない？これでいいか。うん。で、実は下に。
で、下に降りて、着地して、うん。で、そこに、何しようかな、着地してから。何入れようかな。もう結構、これどこかな。溶けぞ。これどこ。怖いなぁ。こいつ、うざ。こいつって、あ、下から、これどこな。あ、うざいな。うん、これどこ、一個だけ。んで、あいつはうざいな。どんどん使っていかないのか、どんどん使っていかない。いや、俺ちょっとやりたいこと一個だけあんねん。でもまあ、それはまだ後では。で、次。で、次は、これどう使っとくか、これ。これ使っとくか、これ。もう使っとこう、その木のことは。よくわからん、使っとく。ホールブロック。うん。斜めの角度から。あー、はい、落ちるねー。これで、とりあえず。そうそう、これで一個、一個、一個な。あれ？あー、出してから、まあまあ、出してからのジャンピング行け。出してからジャンプでやん。まあ、ムーニー。ムーニーマンね。で、次。ムーニーマンと、なこれ。あ、なんなのえぇ、あ、2箇所け。あ、いけてま。あ、いけるやん、普通に。ムーニーマン行かなあかんけど。いけるムーニーマン。いけるで。あー、ええやん。ムーニーマン行きにくくしよう、ここ、これ。うん。ちょっと隠しとくっていう、ちょっと。こんなんでしょ？わからへんように。ムーニーマンちょっと行くむずいみたいな。ムーニーマン行くむずこれ。ムーニーマン行く、たぶんこっち側がいっついが無理。案外、でも。あれ？あ、むずいんか。上から行った方、上から行った方がいいな。だって行けそう。ああ、行った。こう、ムーニーマンこうやって行く。ああ。ムーニーマンこれ行って、ムーニーマンから、じゃなくて行けへんみたいな。うん。にしとこう。ムーニーマンなんか、ムーニーマンじゃ、あの上に、やっぱりなんか。ムーニーマン扉取ってんじゃん。ああ、ムーニーマンに。ああ。ほら。ああ。うわぁ、ええー。ここ使おうか。それって、ああ、右に行けるようにしとったらいいんじゃない？落ちるようにしたい。左、行ったらあかんやろって。もう落ちるでしょうか、これ。ああ、行けるんや、それ。すぐ落ちるんや。油断して落ちますよ。まあ一応ヒントとして、そこから見えとうとこに置いとうから、わかるわな。そう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 。ギリ。うわ、ギリ見える、ギリ見える。いやぁ。うわぁ走れるかな、これ。もうちょっと油を与えとくか。すぐ走って、もう。レレテテ。うわぁ！そこや。そこやな。そこに置こう。あの、変な柱みたいなのを置いとったんその、上の。柱？柱とピースイッチの下のやつ。どれ？あー。これ？あー、うん、それ。何やこれ。もうどうかこれ、よくわからん。もうどこ行ったらよくわからんけど。伸ばせるやん、これ。伸ばしたら。で、これはここ終わりでやん。うん。じゃあ、現世戻るか、じゃあ。現世に戻ろう。で、次なんか他の。あ、コインとかも利用したいよな。いや、これピースイッチがね、下に。コイン1個だけ。ピースイッチがあって、これ踏んだ瞬間死んでまうみたいな。降りてくるよ。あー、オッケー、お疲れ様。あー、はい。もう動画差し置くって、これ。あー。一見普通に差し置くって。で、これ、コインを切り回しとくって。そしたらコインで。コインには何個でも使うんや。一個オッケー。はい、次はもう。わからんぞ。あ、じゃあ、あえてこれもうこの辺に置いとく。あ、助かれん、助かれで、取れたら。もうちょい下やったら。もうちょい下や、もうちょい助かれんしょ。もう。はーいって感じで。気づいた時に一回だけしなへんみたいな。戻れん。うーん、あーみたいな。お、いける。え、一応踏める。あー、なるほど。ピースイッチじゃあ、作動せえへんならってあるやん。一個だけあるやん。ベルトコンベア。はいはい、はい。ベルトコンベア止めへんかったらあかんっていう質にしとってんやん。めっちゃ早くしとったな、とこ。それを止めとかへんかったらしんどいでっていうぐらいのやつだから、そこは。これマス、マックスか、これ。しとかなあかんな。どうすんのかもう。使ったってええんじゃん、その辺で。え？だから P スイッチ止めへんかったらあかんっていうぐらいの仕掛けにしとかへんかったら、ここあかんからな。いやな。結構まだあるんですね。うん、カロンとかも使ってへんからボム兵、チョロップ。ああ。わかった。これ止めへんかったらジャンプで届かへんみたいにしちゃってん、次。ああ、そういうことね。ブロスでいいか。いや、ブロス危ないやつやん。投げてくれよ、そしたら。危なすぎや。緑コーラでいいか。あ、緑コーラ使ってへんもんな。使ってないです。じゃあ、いいんじゃん、それ。こっちでいいやん。こいつ踏んでいかなか、みたいな。じゃあ一回やってみよう。勢いのまま。よっしゃー！あと靴のクリボーとかも作ってへん、使ってへんからな。使いたいな、あれ。大砲とかもまだやからな。
あと、ファイヤーバーとか。あとな。あと、なんなんあの変な煙突みたいなやつ。あ、これか。煙突みたいなの使おうぜ、もうそこに。煙突？どれ煙突？あら、あれやん。キノコの右の、キノコというか、あの、下から2番目の、ファイヤーバーナーの左よ。これけ。うん。これはもう使ってんな、上で。あ、使ったんか、これ。使いましたね。うん、模様がちゃうやろ。まあ、この人使ってよ。ここは緩く。緩めに、うん、そこはな。うん。あと何が使ってん？ああ、あのもう、横のやつとかも早く使っときたいけどな。てーん、てーん。おっしゃ！おい？結構遠のいたよ。いや、まあまあ、それがいるって。あとは、ここで、ちょっと、あれするわ。上に？登らして。そうそうそう。ロッククライミングさして。そうそう。この辺に。なんかちょっと、おるみたいな。うざいのは。ワンワン。ワンワン。一個だけのところでワンワンっていう。そこ使わなあかんっていうことやもんな。そう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 。うわーやな。油断させとくっていうな。でるるる、ええー。やばい。どうなのこれ。こんなむずい。うわー怖っ。うおい、え怖いな。振ってくるなー。なんかでも、スターも使わせなあかんからな。あー、結構狭いな。結構狭くないそれ。まあ、いけますね、いけますね。いけるそれ。はい。ああ。ここにチョロプーとか置いといたらもう、完璧ですわね。てさあ、暴れとんな。はい、それでいいんじゃない。靴では無理ですよ、と。うわあ、スター、でも。おい、これでいい、これでいい、よし、これで、壊し。で、うん。あと使ってないわ。線路。ああ、左行け。ここでまさかの左パターンゲ。逆走。まあ、もう左行くか。左なんや。もう一気に。扉が全部いくつもあって。三択か。全部間違い。若干生き残れる術があるみたいな。ああ。一応生き残る術はあんねん。あ、左に行けば、これで入って左行けば、あ、危ない危ない危ない、ほんま、もう帰れるんや。うんね。じゃあこれかな。あー、危ねー。で、ちくわブロッケ、ちくわブロッケみたいな、ここに。あ、でももうちょっとゴールやで。もう大体使ったんじゃない、結構ちくわ、ちくわ、使ってんの教えて。ちくわとファイヤーだと、パワー、パワー、ポー、ポー、ポー、誰ってポー、ちくわ、こんなのないな、もう一番上からテリー、カロン。あ、テリーも出していったやん。火使ったやな。カロン使ったやん。使ったトゲピー、ジュゲム。カロンまだやし。ジュゲム。プクプク。ブロス。ブロス。で、オッケーですね、ここは。で、イカや、イカ、イカ。クッパ、クッパ、クッパ。イカ、イカ、イカ。イカ、イカ。で、終わりやな。そこ使ったやと。ほうや。あ、宇宙船。宇宙船が使おうぜ、次。あれもあれですね。トランポリン、バレーも。これ全部使わなかったのか、残りラスト。まあ、でもラストは、ラストはクッパでしょ。クッパやってやる。大ボス。これクッパっしょ、ラストは。もうそれで終わりなんや。まあ、振ったら、あれですけど。まあ、振らずに行こう。まあ、いいんじゃない？もうこれ、行こう。で、こんだけいっぱいあるんだ、ポーで倒した方がいいやな。うん。ああ。ポーでどうやって使うん、これって、このマリオで。わかんない。あ、叩くんか。下から。ああ、下から叩いて。下から叩いちゃってんじゃん。地下ブロック置いとって、それ下叩かれたんじゃん。ああ。ポー、ポー。おぉ、いけるやん。クッパ強くなった。やばいな、クッパ乗せてんじゃんこれ。そしたら俺ら掴んでやん。ああ、ほんまやな。うえぇ、おさて、結構 A コースなんじゃないこれ。どうやったんこれ、マジで。力が結構むずいし、全発使うね、一応。でも一個ずつこれおもろいんじゃない、このコース。結構ないろんなやつが出てくるから、逆に言ったら頭も使うし、おもろいんじゃない。でもそんなめっちゃここめっちゃムズになってとかない、うん、だから一個一個なんかちょっとうざいなみたいなのすごいけど、全パーツ使って、そう、結果これムズいかどうか分からへんかやってへんか俺らも。まあでも多分ムズい思うよ、俺忘れたもん、なんかその辺のなんか。多分俺もムズい思うわ、これは。最初ら辺からもなんか結構あれやったん、なんかそんな簡単ではなかったで、明らかに。いやー、いいのできましたね。これええんじゃ、
オールスター。オールスターやな、これほんまに。オールスター感覚やな、これほんまに。オールスターゲ。うん。全部扱ってやっぱええな。うん、確かになんか斬新やわな。うん、あんまり使わへんやつとかもおるやん、よく。かわいそうやん、なんか。未来の子供には消すなよ。すごいとこあるっすね。未来やから、やっぱり。オールスター感謝祭。うん、それでいいんじゃない？スーパーマリオオールスター感謝祭。マリオオールスターズ。うん。スーパーマリオオールスターズでいいか。うん。スーパーマリオ。スーパーマリオオールスターズ勢ぞろい。これ結構Aコースかなと思うやけど、俺は。いや、確かになんか、結構低そうやけどな。だって、結構むずいやろ、明らかに。長いしな。結構長いぞ、これ、だって。今までのそのなんか、俺らが作ってたコースもまあ、難かったかもしれんけど、これはなんか長いっていう、めっちゃ。なんか絶妙にむずい気がしたわな、俺。第一の試練的な。うん。でも第一の試練も今考えたらむずいもんな。頭も使うし、みたいな感じですよね。これも結構頭使うやろって。まあまあ結構な。まだやること、やるうちに多分なんか掴めてくるんじゃない？これ一番クリアで低いかもな、もしかしたら。いやー、低いかもしれんね、これは。なんか俺、龍馬の作ったコースとかややこしいと思うもん、これ。カメっすか？うん。あれは結構なんか単純ですもんね、うん。そんななんかめっちゃ謎解きみたいにないやん。これもまあ、謎解きという謎解きじゃないんかもしれんけど、なんか、しぶしというか、その、結構部分部分になんか使われとうから、いろいろなもんが。止めなあかんかったり。うん。OK。うわー、できたスーパーマリオオールスター。できました。これは、ちょっとまあ、次回ね、ちょっとこれまたクリアを目指してみようかと思うんですけど、一回も遊んでないんでね。そうやな。わかんないんで、わかんないんで、挑戦ミスが分からへんし。挑戦ミスがいっぱいあるかもしれないんで、わかんないんでね。すっごい長いんでね、これとにかく。わかんない。いろんなルートあるもんな、これ。うん、じゃあこれはね、次の動画でまた、プレイしてみたいなと思います。まあ、龍馬がいたら龍馬にもプレイしてもらおうかなと思うんですけど、ね。そうやな。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。明日